イングランドプレミアリーグは18日、マンチ、スターユナイテッドなどでプレーした元、ランス代表 FW のエリック・カントナ氏の、殿堂入りが決定したとして、発表を行った。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、プレミアリーグで過去に優れた実績を残したレジェンドたち、称えるため今期から殿堂を新設。先月には、シアラー氏とティエリ・アンリ氏の2人、最初の殿堂入りに選ばれるとともに、次の候補として23名が発表されていた。23名の候補を対象した投票の結果により、その中から6人が今年の殿堂入りとして選ばれる予定。まずは、他の5に先立ち、最多得票者として、カントナ氏の選が発表された。カントナは1992年に、リーズ・ユナイテッドで、プレミアリーグ設立を迎えた後、チェスター・ユナイテッドへ移籍。さあ、レックス・ファーガソン氏の率いるチーム、主力として活躍し、在籍5年間のうち4回のプレアリーグ優勝などに大きく貢献した。プレミリーグでは、通算156試合に出場して70得点を記録。多くのスーパーゴールの中でも、1996年12月のサンランド戦で決めたループシュートはベスゴールの一つに挙げられる。ユニフォーム、襟を立てた特徴的なスタイルで胸を張りす、ジアムを見渡すゴール後の姿ともに、キャリのハイライトの一つとして語り継がれてる。次ページ、動画、これぞ、キングカントナ。非リア屈指の名場面と語り継がれるスーパー、ル。